このタブレットですね、かなりコスパ高いんですが、画面綺麗ですよね。G99 のね、えー、タブレットに比べるとやっぱり一段性能高いですよね。まあ液晶ですけれども、かなり綺麗なディスプレイで、動画を見たい方にもね、お勧めできます。皆さんこんにちは、戸田さとるです。今回はね、ポコパッとレビューしたいと思います。ポコってね、聞いたことないかもしれませんが、シャオミ i のね、ブランドなんですよ。で、結構ね、性能が高くて、手ごろな価格のね、大画面タブレット、レビューしていきたいと思います。 今回はですね、シャオミ i の、まあ、格安というかね、コスパの高いモデルポコからですね、タブレットが初めて出ましたポコパッド。 レビューしていきたいと思います。箱のね、中身出してみました。こちら本体ですね。で、今回ね、ちょっとレビューしてる製品、メーカーさんからお借りしたんですが、グローバル版というかね、海外版になっているので、ちょっと仕様違うと思います。AC アダプター、充電器 33W の方がついてますが、プラグの形状がね、違います。日本のやつはちゃんと日本のね、プラグついてくると思います。説明書も日本語ないんですが、日本でね、購入するやつは多分ね、ついてくると思いますので、まあ、この辺はね、なんとなく参考までに見ていただければといった感じになっております。 はい、えー、ケーブルはですね、タイプ A、タイプ C がついてますね。この 33W の充電器はタイプ A なので、ちょっと気をつけてください。できればね、タイプ C がいいですよね。このタブレットですね、かなりコスパ高いんですが、画面綺麗ですよね。すっごいクリアですよね。 2560×1600 ドットの12.1インチ結構大画面です。最近ね、大画面のタブレット増えてますが、どれもね、この額縁が細いので、12インチでも一昔前の、まあ、11インチと大して変わらないぐらい、まあ、変わりますけどね、あの、持っていてですね、大きすぎるっていう感じはないと思います。で、画面がね、広いので、やっぱりね、動画を見た時にも迫力違いますし、ブラウザを見てもね、えー、文字が大きくて、 便利、えー、だと思います。えー、情報量もね、えー、たくさん表示しても見やすいなと思います。で、画面ね、めちゃめちゃ綺麗なんですが、個人的にね、ちょっと残念なのが、今ね、ここに天井のライト映り込んでますけれども、かなりくっきり映っちゃってますよね。やっぱりね、低反射のコーティングをして欲しかったなと思います。まあ、アンチグレアのね、フィルムを貼ってしまえばいいと思いますが、まあ、ちょっとね、えー、気になりましたが、まあ、この価格だったらね、しょうがないかなとも思います。画面のですね、縦横比は16対10ですね。 解像度さっきも言いましたけど 2560×1600 ドットということでディスプレイ非常にいいですね。 え、明るさがですね、標準で500ニット、最大で600ニットとなっております。えー、コントラスト比もね、1500対1ということで、まあ、液晶ですけれども、かなり綺麗なディスプレイで、動画を見たい方にもね、お勧すすめできます。本体カラーはですね、青とグレーがあります。今回ね、青、青って言っても、ま、コンとかネイビーに近い色ですけれどね、濃い青、黄になってます。シンプルなデザインですけども、金属製なので非常にね、 高級感がありますよね。でね、このポコっていう名前、なかなかね、ブランド名聞いたことない方多いと思うんですが、シャオミ i の、えー、ブランドの一つですね。で、どちらかというと、今まではコスパの高いスマートフォン、コスパって言ってもその安いだけじゃなくて、高性能なスマホが手頃な価格モデルをね、リリースしてた。 ブランドです。で今回初めてタブレットを出したといった感じになりますね。ちょっと名前が面白いですよね。ポコってなかなかね、日本のメーカーだとつけない名前だと思いますが、まあ、ちょっと親しみやすさとか狙ったのかなというふうに思っております。で、デザインの特徴としてはですね、これアンテナの部分が普通ね、えー、よく樹脂にこうなってるじゃないですか。一部切り欠きになってね。それがね、ない。 隠されてるというのがポイントですね。光が当たるとね、結構美しく輝きますね。価格の割には結構高級感があっていいなと僕は思いました。それではキッチンスケールのね、参考値ですけれども、重量を測ってみましょう。572g、12インチなので、まあ普通かちょい軽めぐらいですかね、えー。利用上で重く感じることはあんまりないと思います。ただね、やっぱり8インチとか10インチに比べると若干重いので、 まあ長時間手に持って使う方は、ちょっと覚悟をね、えー、した方がいいかなと思います。さて、えー、搭載しているね、えー、CPU がポイントになってきますけれども、スナップドラゴンのね、7S、7S の Gen2 となっております。G99 のね、タブレットに比べるとやっぱり一段性能高いですよね。 まあこれぐらいの性能があればですね、ゲームもそこそこいけるのではないかなと思います。まあヘビーな 3D ゲームはもしかするとね、ちょっと画質落とす必要があるかもしれませんが、まあ一般的な用途はね、えー、ストレスなく使えると思います。でね、ちょっと2画面やってみますよ。はい、えー、こんな感じでね、まず2画面表示は、はい、こんな感じでできますね。画面がですね、広いので、8インチぐらいのね、大きさで2画面使えて非常にね、 便利に利に用できると思いますでさらにですねこんなウィンドウ表示ができちゃうんですよこんな風に。はに、い。だから YouTube とかを見ながらいろいろな作業をしたりね ゲームをしながらブラウザーで情報を調べたりといった使い方ができます。やっぱ大画面モデルならではのこの、ね、多彩な画面表示っていうのは非常に便利だなと思いました。はい、ここも注目ですよね。リフレッシュレートはですね、最大 120Hz に対応してますので、まあゲームにもね、えー、いいのではないでしょうか。自分でね、設定できます。今60にしてありますけれども、120にも対応しております。こちらね、見ていただくとわかりますけれども、ワイドバインのセキュリティレベルは L1 に対応していますので、まあね、 シャオミ i のね、製品ですから当然ですけれども、いろいろなね、動画再生サイトが、高画質で見られる可能性が高いと。 ということで、えー、動画を見たい方にもとてもいいモデルではないかなと思います。Android はですね、最新の14ですね、搭載してます。もう最近はね、どのタブレットも14になってきましたよね。逆に言うと、そろそろ13のタブレットは敬遠した方がいいかなと思います。でちなみにですね、えー、メモリーは8ですで。ストレージここに出てますけれどもね、256GB となっております。まあ、性能もね、上々ですし、 構成、スペックはね、十分かなと思います。センサーは全部で33個搭載されております。興味のある方はね、細かく見ていただければと思いますけれども、一般的にですね、よく使う加速度計ジャイロスコープ、環境光センサー、色温度センサー、電子コンパス、ホールセンサー搭載してますが、GPS が入ってないんですよね。これね、 SIM も搭載できないモデルなんですよ。いわゆる Wi-Fi モデルのタブレットになります。GPS がね、入ってないのがちょっと一番のね、うーん、ネックかなと個人的には思います。例えば、スマホのテザリングで接続してね、車に搭載して、カーナビガールに使おうと思っても、やっぱりね、位置情報がね、GPS 入ってないんで、今一歩ということで、そういう使い方にはおすすめしません。バッテリーは1万ミリアアンペアワーとなっております。 えー、最大でね、1万ミリ、最小で9 8 0 0ミリアンペアはこのスペックが書いてあるのはさすがね、えー、シャオミらしいとこですよね。格安タブレットは最大容量というか標準容量だけ書いてあって、最小容量は書いてないんですよね。まあ1万ミリアンペアはっていうのは10インチクラスのタブレットだと、まあ、普通のバッテリー容量です。十分ね、えー、長く使える。 バッテリーいいなと思いますでちなみに付属のアダプターでねさっき紹介したようにワットの急速充電が可能となってますいつものように僕のセカンドチャンネルでスピーカーの音をチェックしてみたいと思いますドルビーアトモスね、えー、対応しておりますスピーカー4個ね搭載です楽しみですねでは再生してみます皆さんこんにちは戸田悟です はい。スピーカーの音ね、非常にいいですね。文句なしだと思います。ボリュームも、えー、音質もね、上々ですね。ちなみにですね、AAC、LDAC、SBC、AptX、AptX、HD、AptX、Adaptive に対応しております。音楽聴きたいという方もね、いいんじゃないでしょうか。はい。オーディオ周りではね、これ注目ですね。有線のね、えイヤホンとかヘッドホン使いたい人には非常にね、嬉しいですね。イヤホンジャックついております。 さて、今回ね、えー、大注目のタブレットポコパッドレビューしてまいりました。 気になる価格ですが、まあ、44,800円ぐらいということで、非常にですね、性能を考えるとコスパ高い。さすがですね、シャオミ i と思います。で、皆さんですね、あれと思う方多いと思うんですが、先日僕がレビューしたですね、レドミーパッドプロと非常に近いんですよ。でレドミーパッドプロは41,800円ぐらい。あ、もちろんね、価格は販売店によって変わったりするかもしれませんが、3,000円ぐらいですね、ポコパッドの方が高いんです。で、大きな違いは、ま、ビバリ等も違いますが、 大きな違いはですね、ポコパッドがメモリー8にストレージ2頃なんですよ。で、レドミーパッドプロは6の1、2%なんですね。これどう考えてもポコパッドの方がいいですよ。3000円の違いだったらメモリー8にストレージ2頃のポコパッドに、えー、僕は軍配をあげます。以上、ポコパッドレビューしてまいりました。いかがでしたでしょうか。お家の中で動画を見たりね、えー、ちょっとゲームを楽しんだり、ブラウザ見たりという用途でしたら間違いなくおすすめですよね。 逆に言うと、それ以上の使い方しないんだったら、これ以上の性能いらないですよね。まあ、それ以下の性能でもいいんですけど、快適さ考えると、このあたり、非常にバランスいいなと思います。値段もね、4万円台で買えますのでね。ということで、僕の評価は、 75点の高得点をつけたいと思います今回も動画をご覧いただきありがとうございましたチャンネル登録グッドボタンぜひよろしくお願いしますそれからメンバーシップもスタートしておりますので興味のある方は是非参加してください、えー、メンバー先出しのね、えー、動画公開とかメンバー限定のライブ配信 それからねリアルのイベントの優待等もございますまたメンバーシップに加入していただきますと戸田悟ファンクラブに無料でご招待しますでこの戸田悟ファンクラブでは抽選でですね毎月僕がレビューした製品の一部だいたい5製品から7製品ぐらいが多いんですがプレゼントしておりますのでふるってご応募ください